この3連戦非常にその調子が上がってきているというグリーン、初回これカーブをうまくね、ライト線、ツーベースヒット先制点を叩き出しました。これで二塁打、そしてこれはもうまさに与田さんがうまいと言った最初のホームランです。これが第3打席、今度は右中間に持っていきます。センターのこれ一番深いところですね。第4打席です。今度はレフトに持っていきます。これがマレットからのホームランで、これはソロホームランですけれども、これで塁打の数これで14でしょ。そうですね、はい、流して2階席ですからね。そして第5打席、センター前、これで次の打席でスリーベースが出ればサイクルという期待もかかった6打席目、そのスリーベースを上回る。スリーベースであればタイ記録だったわけです ね、ですね。今日4本目のホームラン、塁打の数は19と伸びてメジャー新記録ということになりました。いやでもこの、ね、長い歴史の中でこれだけの新記録を達成するというのはすごいです ね。ご覧のようにヒットの数が19本です。そのうち6本がグリーンです。ブルワーズも10本ヒット打ってるんですけどもね、とにかく両チーム合わせて9本のホームランが飛び出しましたからね。19本のヒットのドジャース、そして10本のヒットのミルウォーキーです。さあ今日見事に7勝目を挙げました。6連勝の後1つ負けて今日勝って7勝目。石井の投球を振り返ってみましょう。3回のその投球を振り返ってみたいと思います。1回2回とノーアウトのランナーを出したその石井ですけれども、まあ、とにかく今日はもう初回からこのセットポジションでしたよね。で今のフォームでは、はい、まだしっかりと指の押さえが効いてるんですけども、うん、この2球目ぐらいまでいいんですよね、はい、でこのカーブがもう腕の振りが随分もう緩んでしまったという感じですよね、はい、でストレート、はい、またストレートインハイで、再三言ってたようにやはり右足の膝、はい、腰、それがきちんとバッターの方に向かっていけないという、これも明らかに最後ボールと分かる球になってしまいましたもんね。そうですね、はい、やはり状態だけでなんとかしなきゃいけないという投げ方になってしまいますよね。今のこの投球をコースごとに9分割で見ていただくと、実際にはですね、はい、石井投手の意図するコースっていうのは1球目と2球目ぐらいだけだと思うんですよ、うん、あとはもうリリースポイントが自分の意思とはずれてしまう、最後の6球目の低めのボールですね、なんでこんな球が行くんだろうっていう、ね、それぐらいの意思に反したボールだったんじゃないでしょうかね。このあたり本当に苦しんでましたよね、はい、キャッチャーのクルーターも、苦心しながらのリードでした。そして同じ3回の2アウトランナー1塁2塁でヘルナンデスの場面をちょっとご覧いただきましょうか。怖いバッターのヘルナンデスにまず外変化球から入って、シンカーですね、まっすぐインコース、これスライダーですね、はい、4球目は外へまっすぐです。このボールがなかなか決まらず最後はストレート、空振りの三振。この最後のまっすぐが何かこうやや兆しをね、そうですね、変化球がですねちょっとずつまだ見られている時だったんですが、はい、やはりこういう時に思い切って自分の一番投げたい球、多分今日はストレートしかもなかったと思うんですね、ですからそのボールを、うまくちょっとシュート回転で、逃げていくようなボールになりましたけれども、結果的にはインコースアウトコースをうまく散らせた結果がこのような投球になったと思うんですけどもね、そうですね、はい、さあこれで石井は7勝目を挙げました。苦しみながらの7勝目とお伝えしたいんですけれども、逆に言えば苦しみながら2点で出てきて2点ですね、うん、はい、かなり打線の援護も初回からありましたけれども、やはりここという時に最少失点で抑えていける石井投手の力の
凄さも感じますし、まあ、何よりも本当に故障箇所がですね、ひどくならないことを一番心配してるんですけども ね、2失点、まあ、8本のヒットを打たれて6つのフォアボールを与えました。まあ、本人はね、投球のタイミング掴む練習がなかなかできなかったので、ゲームに入るとその点が非常に苦労したという話でしたね。さあ、その他の結果をご覧いただきましょう。ナショナルリーグ、マーリンズと中部地区の首位のレッズの対戦は8対4でマーリンズが勝って、これでマーリンズは同一カード3連敗を免れております。また4連勝中のカージナルスはアストロズを5対4で破っていますね。アメリカンリーグではレッドソックスとヤンキース注目の対決だったんですけれども、ご覧のようにレッドソックスが3対1で勝っていますね。ペドロ・マルティネスが無傷の7勝目を挙げております、という結果になっておりますけれども、伊藤さん、はい、まあ、この後何か本当にこう楽しみな感じになってきましたね。やっぱりピッチャーはいい、打線が心配だというドジャースがですね、このような戦いをしてくれると、またこれから楽しみができますよね。与田剛さんの解説でお伝えしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。